皆さん、おはようございます。インディアンのミラクルボイ、キングトクです。介護福祉として働いてますが、児童養護施設、まあ、児童福祉に関する仕事をちょっとだけお話しします。学校ソーシャルワーカー、これ、スクールカウンセラー、保健室の登校。あとは、まあ、不登校。よくありますね、不登校も。はい。あとは、いじめ。こういう行為があるからこそ大変です。まあ、家庭もいろいろありますが、大家族、各家族、一人親家族、 しょまあ、いろいろあって家族も大変です。児童扶養手当、これなくなったための、あの、お金かなはい。共働き、まあ、夫婦ですね。夫婦で働くのも、はい。学童保育、保護者。あとは、まあ、児童相談所で、まあ、相談すればいいです。まあ、いろいろ相談し、緊急会議、調査、そして立ち入り調査、処遇会議、いろいろ診断、社会診断、人身診断、医学診断、行動診断、そして、 家庭生活いろいろ。はい。児童虐待。あとは児童養護施設で、まあ、働く人。まあ、他にも、児童家庭支援センター、グループホーム、あの子供によるグループホーム里親制度、母子生活支援施設、カウンセリングファミリーケース、児童虐待の防止などに関する法律。いろいろありますね。例えば、障害の持つ施設、知的障害施設、まあ、 滝野川学園の事例を言います。まず起床して食事の準備、学校へ。帰宅後は散歩やドライブ、買い物。入浴、夕食、テレビ見るなど20時過ぎ就寝。まあ、浴槽もまあ、座分ですね。他にもあった仕事、重心紳士障害児施設。あとは、盲導味施設。情緒障害時短期治療施設。こうやって治療のシステム。 特殊な学校、盲学校、老学校、洋学校。盲学校というのは無が不自由な学校です。展示、歩行、生活に必要な訓練です。う、はい、学校は耳が不自由な子供が通うんです。まあ、補聴器を使って音声のやりとり、手話訓練。養護学校というのは手足が不自由、知的の障害を持っている子供が通います。将来の実立を支援するための学校です。養護特殊学校というのはね、 特別支援学校という名前全てにおいて2007年の教育法で変わったそうです。というわけではいお分かりいただけたでしょうか児童,児童福祉についてでしたバイバーイ。